2024年中頃以降の発売が予定されているトヨタの新型クラウンエステートは車中泊ができる SUV として話題を集めています2022年9月に発表された16代目クラウンシリーズにはクラウンクロスオーバークラウンスポーツクラウンセダンがすでにラインナップされておりクラウンエステートはこれに続くモデルです この名前は1999年に登場した11代目クラウンのステーションワゴンにも使用されていたもので約17年ぶりの復活となります新型クラウンエステートは先代とは異なり大型 SUV としての再登場です開発目標値によればそのボディサイズは全長4 9 3 0ト、mm、ル、 全幅 1880mm、全高 1620mm、ホイールベースは 2850mm と、日本国内で販売される SUV の中でも、ひときわ大きいサイズを誇ります。提供されるパワートレインは、HEV、ハイブリッドとフェーン、プラグインハイブリッドの2タイプで、 いずれも 4WD が採用されています。トヨタは新型クラウンエステートをワゴンと SUV の融合モデルと位置づけ、両者の長所を合わせ持つとしています。特に2室空間の広さはエステートの大きな魅力の一つで、後席を前倒しすることでフルフラットな広大な2室を確保できます。これにより、 SUV の力強さとエステートの居住性を兼ね備えた車内での泊まりが可能になるわけです。新型クラウンエステートは車中泊に適した特徴を備えていることが期待されています。北米市場でクラウンシグニアの名で展開される際には、荷室の長さが約198センチメートル6.5フィートとされており、 日本仕様でも同等の空間が提供される見込みです。鉱石を倒すことで、さらにスペースを拡大することができ、拡張ボードを使用して鉱石足元スペースを補うことも可能です。これにより、車中泊はもちろん、多様な荷物の収納にも対応できる設計となっています。トヨタ販売店からは、 車中泊に関する問い合わせが寄せられているとのことで、荷室の広さを活かして大人が横になるのに十分なスペースを提供できると回答しています。顧客からはこの情報に対する期待の声が多く寄せられているようです。また、新型クラウンエステートは、車中泊を直接の目的とした設計ではなく、ラグジュアリー SUV としての位置づけですが、 180センチメートル近いトランクスペースを有しており、大柄な人でなければ快適に横になれるスペースを持っています。加えて、新型クラウンエステートはリアセンターコンソール背面にエアコン送風口 USB-C ソケット 1500WAC100V ソケットを装備し、ドアパネルにはリアシートヒーターのスイッチも備えています。 これらの装備は後席の快適性を高めるために設計されており、クラウンセダンと同様にリアコンフォートドライブモードを搭載しており、鉱石乗員が快適に過ごせるようになっています。これらの特徴から新型クラウンエステートは車中泊はもちろん、日常使いからアウトドア活動まで幅広く対応する多機能な SUV と、 言えそうです。